眼科医の平松です。なんとなく不調だとか、イライラする、肩こり頭痛があるとか、まあ、疲れが取れない、はたまた、まあ、お腹の調子が悪くなったりとか、まあ、そんな感じってないでしょうか。そういう方の場合って自律神経っていうののバランスが乱れていることが多いです。その自律神経の乱れを治す方法も今日お話しして、まあ、そうしてあげると、まあ、見やすくなったりとか、はたまたバランスが整ってよく眠れたりとか、肩こり頭痛が改善することがあるんですね。なので今日の最後を見ていただければ、動画を見ていただくことでバランスを整えて体を良くしていけるので、最後まで見ていただければと思います。まあ、こんな感じでね、動画、健康に関するのをアップしてますんで、よろしければチャンネル登録、ベルマークを押してくださればと思います。じゃあ自律神経って何なのって知ってるよって人も多いと思いますけれども、まあちょっともう一回説明させてください。交感神経、副交感神経っていうのがあります。交感神経っていうのは興奮する方、副交感神経っていうのは落ち着く方ですね。眼科で特に緑内障のお薬だと、まあ、例えばアイファガンってお薬は交感神経系のお薬。チモプトールっていうのも交感神経に関連するお薬ですね。でピロカルピンっていうのは副交感神経に関連するお薬で、最近では老眼とか視力改善にこのピロカルピンが効果があるんじゃないかとも言われているわけなので、視力改善とか見やすさっていうのもこの交感神経、副交感神経は関連してきます。交感神経は興奮、副交感神経は落ち着きで、このバランスを人間は自然ととってるんですね。ずっと興奮してちゃダメですし、ずっと落ち着いてるってなるとなかなか動きが悪くなるわけなので、バランスをとって、まあ、朝はね、副交感神経優位で、だん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 交感神経上がって動いてって、で夜寝るとき副交感神経優位になってっていうのが、まあ、本来あるべき人間の姿なんです。ただし、まあ、現代の社会になってきて、この交感神経のバランスっていうのがすごい崩れやすくなっちゃってるっていうところがあるんです。それはなぜか。それが光なんですね。人間って、まあ、今あなたや私っていうのは時間を、まあ、時計とか、まあ、そういうので見てるんで、まあ、今朝で6時、7時、8時とか、まあ、夜ですね、9時、10時とか、まあ、こういうのわかるわけです。でも、昔って人間は時計を持ってないわけで。じゃあそういう時って朝、昼、晩ってどうやって見てるかっていうと、当たり前ですけど光で見てるわけですね。仮にそれが今日は、いわゆるこう太陽が照らない曇りの日だとしても、まあ日中ってちょっと明るくなるじゃないですか。で、夜は暗くなるっていうことがあるわけなので、まあ一日のバランスっていうのは光でリズムを作ってる。で、これをもう何千年と人間の体は無意識にやってきて、明るい時、交感神経が興奮。暗くなってくると副交感神経になってきてよく眠るっていう風になってるんですが、ここ100年ぐらいですね、電気っていうのが開発されて、電球っていうのができてきて、まあ、LED が出てきたり、パソコンが、スマホが出てきて、まあ、本来だったら、まあ、6時とかに太陽が沈んで、まあ、だんだん眠くなるべきものがもうどんどん使えてしまうという点が1個。もう一点として、まあ、普段のスマホとかパソコンとか、まあ、よく近くで明るいものを見ちゃってるっていうのがどんどん重なって崩れてしまっていると。じゃあそれによってさっき言ったイライラとか頭痛、肩こりとかっていうちょっとした調子が悪いものがあるので、まあ、実際こういう生活が悪いですよっていうのはまた別の動画で紹介してるので見ていただければと思いますけれども、じゃあどういうふうに整えればいいのか。実はですね、目のところっていうのがその光を入れる、だから自律神経のバランスを作ってるんですけど、同時に目によって自律神経を整えることもできるんです。そのおすすめの方法が目を温めるっていう方法になります。なんか普通じゃないって思うかもしれないですけど、結構このやり方とかバランスが重要になってきます。じゃあどうやって温めるといいのかっていうと、まあ一つの方法はもちろん道具を使う方法ですね。まあ、こんな感じのこうなんかこうパッと切ってあげると温かいのになって、こういう感じのでね、で目の上からこうつけるっていうね、こんな感じの道具も売ってますし、はたまたよく小豆の力みたいな感じで、電子レンジでチンとして温めるような道具。あと、アイマッサージャーみたいな、こう、なんていうかな、機械式に温める道具もあります。はたまた他の方法として、手で温めたりとか、タオルで温めたりっていうのがあります。じゃあ、どれが一番効果的なのかっていうと、実はやっぱね、道具の方なんですね。いわゆるこう、電子レンジでチンとするやつとか、まあ、こんな感じのこう、
すぐに使えるものっていうものの方が、手でやったりとかタオルでやったりとかっていう一般的な方法よりは、効果は高いんです。ただし、なかなかね、それをテレビとか新聞雑誌、YouTube とかで紹介すると、それお金かかるじゃんってなって、どうしても、そういうメディアとかで紹介される場合は、タオルでとか、そっちが中心に大体言われますよね。でも、本当の効果は、その道具を使った方が効果高いって思ってください。で、これは他に論文があるんで、そういう論文があって、これは自律神経っていうよりは、まぶたのね、血流を良くするっていう面ではどうなのっていう論文で、そういうものがありますと。じゃあ、タオルとか、できればお金使いたくないって場合、どうすればいいのか。これは、ただ、軽く絞って電子レンジでチンとするだけじゃなくて、その時ビニール袋に入れていただくと、ね、温めたのをビニール袋に入れておくと冷えにくくなります。なのでその状態で目の上に置いていただくと、温かいのが持続するので、効果的って言われています。できればね、5分ぐらい温めたいので2本とか使っていただいて、1本2本と使っていただいてやるのもいいです。いや、なんか袋に入れたりしたらベチャベチャしてなんかめんどくさいよって人も結構多いんですよ。その場合、一つはお風呂。お風呂ってそれなりの温度じゃないですか。なので、それで軽く絞って目つぶってやって、冷えそうになったらすぐにやってってやっていただくと、5分連続してできるので、これも効果的だと思います。いや、そんなのしてられない、とっても大変だって人の場合は、こうやってね、手を10回こすってください。で、カップ状にしていただいて、目をつぶって、目の上にこのカップ状のもの。で、この場合はね、ずっとは温まらないので、30秒から1分ぐらいこうしていただいて、で、またこうして、こうする。忙しい場合は本当に疲れた合間に30秒1分やるだけでも、ある程度自律神経は整うので、もちろんね、きっちりやった方が、5分ぐらいやった方が効果的ですけれども、一つの方法として、そうやってカップ状にやって温めるっていうのも、効果的だと思ってくださればと思います。なので、道具を使うのが一番、タオルで、その後に手でやるっていう方法があります。で、それらに関してはやっぱ、しっかりとした方が効果はあるんだけれども、手の方っていうのもいいです。じゃあ、朝晩どっちがいいのってよく聞かれるんですけど、基本的にはやっぱり晩の方がいいですね。これの方法っていうのはどちらかというと、皆さん私たちの生活って交感神経、つまり電気とか光に支配されている生活なので、温めるのは夜とかの方が落ち着きやすいです。もちろん朝寝起きの時とか、そういうのにやっていただくのもいいんですけど、晩が一番いい。で、時間に余裕があれば朝晩やってくださいっていう表現しますけど、夜やっていただく方が整っていいです。もっと言うと、寝るちょっと前とか、そういう風にしていただいた方が温まってバランスが整っていいので、そういう風にしていただけると、すごくこう目にとっていいのでやっていただければ。で、これによって何が起きるか、温まってくるので、それによって自律神経の副交感神経、交感神経のバランスが整って、特にストレスが多いとか、イライラしちゃう、パソコンをよく使う、特にね、パソコンを4時間以上、スマホと合わせて使う人の場合は、こういう方法を取っていただいた方が、効果的になるので、ぜひぜひやっていただければなと思います。こんな感じで目の健康情報とかアップしているので、よろしければチャンネル登録とベルマークと押していただければと。あと最後にですね、いただいた質問に対してもお答えしていくので、お話ししようと思います。真逆のことを言われるけど、どっちがいいんですかって質問です。ライフスタイルさんです。網膜裂孔の検診でたどり着きました。強度近視で飛蚊症もあるので、定期検診時に受診したところ、写真で目の下に穴が開いているレーザーって言われました。びっくりしたので、恐怖心からセカンドオピニオンで別の病院に行くと、穴は開いていないから、網膜裂孔ではなくてレーザー治療の必要はないですと言われました。下の方は重力の影響もあるんでいいんですとも言われました。いいなと思った反面、これ大丈夫なのと思ったこともあってどうなんでしょうかと。こんな感じで、実は同じ状態とかでも、これを穴と取るか、ちょっと薄くなってるだけと取るかって先生もいたりしますし、はたまた同じような目の奥の網膜が弱くても、網膜が弱いって何かっていうと、近視がある人って目の奥に穴が開きやすかったりするんですね。で、それに対して治療するって先生としないって先生がいるんですよ。で、
大抵のことは、まあ大体みんな同じような治療なんですけど、こうやって医者によって意見が分かれる病気とか状態っていうのも一定あるんですね。だから皆さんって、なんかある病気である状態だと、みんな医者は同じ診断をして、それ以外は誤診、間違ってるって思うかもしれないけど、まあ、そうでもないんですね。結構グレーゾーンというかな、ある程度広さを持ってるっていうふうに思っていただけるといいかなって思います。まあ、こんな感じでコメント欄に書いてくだされば幸いです。よろしくお願いします。